今日から使える簡単血糖データ、血糖データ備忘録。今回は東京芝 1600m の血糖傾向分析2024年最新版をお届けしていきます。はい、ということでいよいよですね、チャンネル登録者数が5000人を超えることができました。今後もですね、予想の動画だけでなく、こういった分析の動画もしっかり上げていきたいなと思っていますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、ということで今回東京芝 1600m を得意としている種牡馬、またその産駒が高い高走率をマークする特定の条件、買い時ポイントを掘り下げて分析していきたいと思います。東京芝 1600m といえば G1 レースの NHK マイルカップビクトリアマイル安田記念が行われる重要コースとなります。今回も予想に有効な種牡馬データに絞ってお届けいたしますので、ぜひ最後までお付き合いください。はい、それでは早速データの方をご紹介していきます。なお今回ご紹介のデータはすべて2019年以降ですね、2019年以降2024年2月の東京競馬場開催分までの集積データとなっております。あらかじめご了承ください。まずご覧いただいておりますのは東京芝 1600m の、産駒勝利数順に並べた種牡馬ランキングとなっております。やはり産駒の勝利数では、ディープインパクト産駒が圧倒的な勝利数で第1位となっております。続いてロードカノラ産駒が第2位、第3位のエピファネイア産駒、第4位のドゥラメンテ産駒につきましては、勝率が 13% あたり、連帯率も 20% を超えていて、副勝率も 30% オーバーということで、ランクインしている種牡馬の中でも高い高走率が目立つようなデータとなっています。直線が長くて広々とした、コースゆえにですね、主流血統のメジャーな種牡馬のランクインが多いような印象となっています。はい、続きましては先ほどの産駒勝利数順の種牡馬ランキングには漏れてしまったものの、その産駒が高い高走率を叩き出している種牡馬をピックアップしてみました。北山ブラック、リアルインパクト、イスラボニータ、スワーブリチャードですね。北山ブラック産駒、驚異的な高走率、ご覧の通り叩き出していますね。今後も産駒の出走数が増えていく種牡馬となりますので、要注意をしていきましょう。そしてリアルインパクト産駒、イスラボニータ産駒についても高い高走率、記録しています。なかなかちょっと狙いどころの難しい産駒の多い種牡馬ですので、この東京芝 1600m を得意としている傾向はしっかり覚えておいた方が良さそうです。そしてまだまだ、出走数の少ないデータにはなってしまうんですが、現状スワーブリチャード産駒、ご覧の通り恐ろしいほどの高走率を叩き出しています。まだまだ母数の少ない現状ですので、今後どんな数字に収束していくのか、要注目していきたいなと思っています。はい、それではこれ以降はですね、産駒がより高い高走率を叩き出す特定条件、買い時ポイントを見出せた種牡馬データに絞ってご紹介していきます。予想に役立つデータを厳選してお届けしますので、ぜひ最後までお付き合いください。はい、それではまずは冒頭の種牡馬ランキングにて産駒勝利数第2位にランクインしていました、ロードカノラ産駒のデータ掘り下げて見ていきたいと思います。ロードカノラ産駒についてはですね、この東京芝 1600m における、馬体重別の成績ご覧いただいております。ご覧いただいてます通り、馬体重460キロ未満の産駒は成績がちょっと低調気味なんですが、逆に馬体重460キロ以上の産駒に限るとですね、ご覧の通り、高い高走率叩き出す、データとなっております。ロードカノラ産駒についてはですね、馬体重別である程度見極めができそうですね。かなり全体的に高い高走率叩き出している種牡馬ではあるんですが、ちょっと小柄なロードカノラ産駒については苦戦気味の傾向があるのはしっかり覚えておいた方が良さそうです。はい、続きましてはこちらもですね、種牡馬ランキング第3位にランクインしていたエピファネイア産駒について見ていきたいと思います。この東京芝 1600m において前走上がり3波論3位以内の末脚を繰り出している、エピファネイア産駒のデータをご覧いただいております。勝率 20.8%、 連帯率 37.5%、 副勝率 45.8% と、前走の上がり順位が1位から3位の場合ですね、かなり
高い構想率、そして高い回収率を叩き出しています。まあ、当たり前のデータといえば当たり前のデータにはなってしまうんですが、この東京の長い直線でエピファネイア3区の持つ、鋭い決め手が生きてくるようなイメージでしょうか。前走で早い上がりを繰り出しているエピファネイア3区をこの東京芝 1600m で見つけたらしっかりマークすることが必要だというデータになっております。はい、続きましては、3区勝利数順ランキング第4位にランクインしておりましたドゥラメンテ3区についてのデータを深掘りしていきたいと思います。東京芝 1600m におけるドゥラメンテ3区の馬体重別の成績ご覧いただいております。先ほどご紹介したロードカノロア3区のデータ同様、ある程度、馬格のある3区が活躍傾向のデータとなっていますね。まあ、やはり東京芝 1600m かなり時計の速い決着となる場合が多いので、スピード勝負になるとある程度筋肉量馬格が必要かなといったイメージですかね。460km 未満のドゥラメンテ3区成績が低調ですね。逆に460km 以上の3区に限定すると、460km 未満の3区と比較すると、連帯率副賞率約 2.5 倍まで跳ね上がる形となっています。この東京芝 1600m でドゥラメンテ3区、馬体重別で成績が大きく偏りますので、こちらもしっかり覚えておきましょう。はい、続きましてはこの東京芝 1600m において、好成績注目種牡馬としてピックアップをしておりました北三ブラック3区についてのデータを深掘りして見ていきたいと思います。北三ブラック3区のこの東京芝 1600m における性別ごとの成績比較をご覧いただいております。北三ブラック3区ご覧の通りですね、東京芝 1600m では牡馬1000馬の3区よりも牝馬の3区が、かなり好成績となっていますね。牝馬に限定すると勝率 20%、連帯率 37.1% と、ちょっと驚異的な高走率を叩き出していますね。まあ、牝馬特有のスピード能力、というかですね、北三ブラック3区、桜馬爆心王の血を持っていますので、まあ、この辺りの、血統的なスピードがですね、かなり最大限生きるコース設定と言えるのではないでしょうか。東京芝 1600m で牝馬の北三ブラック3区を見つけたら、しっかりマークする必要がありそうです。はい、続きましてはこちらも好成績注目種牡馬としてピックアップをしておりました、リアルインパクト3区についてのデータを見ていきたいと思います。リアルインパクト3区のこの東京芝 1600m における枠順別の成績ご覧いただいております。1枠から3枠の、時ですね、1枠から3枠で出走の際に、かなりの好走率を叩き出しています。逆に4枠から8枠、真ん中から外の方の枠に入った時は成績が急下降しますので、あくまで1枠から3枠ですね、内枠に入った時に下位、の種牡馬となるかなといった形ですね。特に開催前半の有利な内有利のトラックバイアスの際にですね、内枠に入ったリアルインパクト3区を見つけたら徹底マークが必要かなというデータですね。リアルインパクト3区についてはこの東京芝 1600m において枠順別で成績が大きく偏りますので、しっかり覚えておきましょう。はい、以上東京芝 1600m 血統傾向分析2024年最新版を届けさせていただきました。今回ご紹介したデータをですね、すべてブログ記事の方に貼り付けておりますので、ちょっと分かりづらかったよという方、ちょっと早口で分かりにくかったなという方はですね、ぜひブログ記事の方から、データの方をご確認いただければと思いますし、また今回の動画でご紹介しなかった種牡馬データを一つ、ブログ記事限定で公開しておりますので、ぜひ概要欄のリンクからブログ記事のご確認をよろしくお願いいたします。東京芝 1600m ですね、G1 レースも複数行われる東京競馬場の重要コースとなっておりますので、ぜひ今回ご紹介した種牡馬データをご参考にしていただけると幸いです。はい、以上最後までご視聴いただきましてありがとうございました。血統データ備忘録 YouTube チャンネル、今後もこんな感じで、レースの予想にとどまらず、レースの予想に役立つ血統データ積極的に配信していきたいなと思っております。いよいよチャンネル登録者数5100人超えまして、有料メンバーシップ会員様も現在120名様を超える方にご登録していただいている状況となっております。たくさんご登録いただきましてありがとうございます。今後もですね、お役に立てるように頑張っていきますので、引き続きよろしくお願いいたします。チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録していただきまして、また次回の動画でお会いできればと思います。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。